はい、こんばんは。音楽家の竹下敦です。今日はね、音楽のジャンル、スカに関してお話をしたいと思います。まず一般的な認識として、スカというのはどのように認識されているか、これをね確認してみましょう。おなじみの、ウィキペディアによるとですね、スカの原点は、ジャマイカで、発祥したポピュラー音楽である。1950年代に発生した音楽、まだ70年しか経っていないんですよ。ある意味まだ発展途上の、音楽であります。そしてね、ここが一番問題なんですが、一般的な認識では2拍4拍4拍子のね、2拍4拍を強調したリズムが特徴。要するに1234224の2拍と4拍を1234223432344、これをこれが一般的にスカとして言われてるんですが、これギターもね重要な役割を果たすんですが、2拍4拍を強調するために1拍目に空ピッコを入れて、このように2拍アップで、というふうに、弾かれる、スカと呼ばれるものもあるんですが、これは厳密に言うとスカとは違います。ロックミュージックの2拍目と4拍目を強調しているだけであって、スカというのはですね、もともとは3拍子と4拍子が変拍子で交わったものです。ここがね、すごくちょっと難しくなると思うんですが、もともとジャマイカという国は、貧しい国です。そしてね、すごくユニークな国です。彼らが考えたのはこういう解釈なんです。自分たちでディレイね、ちょっと見やすいように手見せますね。チャッと弾いた後で、自分たちでディレイ、エコーとも違いますね。ディレイ、音が遅れてやってくる、これを作り出したわけです。一般的にはディレイというのは機械を使ってディレイをかけるんですが、音の連続性を持たせてね、彼らにはそのお金がなかったんですよ。そのために自分で技術でね、チャッと弾いた後でディレイをかけたんです。すごく繊細なタッチが必要になるわけです。そのためにね、結果2拍4拍を強調したのではなくて、2拍4拍を担う形として、ギターがね、伴奏をつけたわけです。あくまで主役は、管楽器なんですね、スカの場合。しかも相当に古くね、使い古されたものをジャマイカでは使われておりました。有名なところではね、スカタライツ、
スカタライツというぐらいなんで、スカの原点はスカタライツです。ローランド・アルフォンソがね、中心となって結成されたグループですね。そしてね、彼らが真っ先に取り入れたのは、日本のリンゴいわけです。美空ひばりさんのね、リンゴいわけを彼らは演奏しています。すごくね、何度も演奏しています。なぜかというと、不思議な縁があるんです、日本とジャマイカとは。私のね、友人も、ジャマイカ人と結婚 しましたが、何の違和感もなかったそうです。これはアメリカのね、黒人さんとジャマイカ人というのはちょっと違うんですね、やっぱり。すごく、イギリス的なところがあるというか、ある意味紳士的であるわけです。アメリカの紳士的とちょっと違うんですね。そんなわけで私もね、ジャマイカの音楽すごく好きで、レゲエもスカも好きですし、で、この2拍4拍というのを考えすぎてしまうと、要するにこういう、というただのね、まあ、いわゆる8ビートの204拍を裏打ちするっていうふうに考えちゃうと、ずーっとスカのノリにはなれないんです。ですからぜひね、スカを聴くときはまずスカタライツを聴くことをお勧めします。そしてね、日本だと、西城秀樹さんが歌ってるちびまる子ちゃんの挿入歌になるのかな、走れ正直者という曲があります。この曲はね、作曲家である小田哲郎さんが作った曲で、当時ね、まだスカが日本で根付く、まあ、例えば東京スカパラダイスオーケストラさんとかがね、メジャーになる前で、それを堂々とね、とやったわけです。そのかっこよさたりはね、素晴らしいものがありますね。で、小田哲郎さん自身もね、まさか日本でスカが流行るとは思わなかった。そしてね、日本でスカを流行らせたその功労者としては、やはり東京スカパラダイスオーケストラさんです。スカというものをある意味ロックチックにアレンジした、本来204拍ではなく、三拍子的な リズムがね、というのがスカなんですが、彼らはすごくそれをロックンロール的にしたわけです。とね、スピード感もつけてみました。そのことによってね、日本の多くの、音楽に今まで興味がなかったような、ね、人たちも、スカという音楽がかっこいい、そして彼らはかっこいいじゃないですか。黒いスーツに身を包んで、そして愛子さんやね、奥田民生さん、そして、ミシェル・ガン・エレファントの千葉雄介さん、そういったね、いろんなアーティストとコラボレーションすることによってね、そのファンもスカに興味を持たせたわけです。なかなかね、愛子さんのファンがスカっていうものを聴こうとは思わないじゃないですか。でも、じゃあ愛子さんをフューチャリングした曲、楽曲が純粋にスカかというと、これはスカではないんですよ。でも、スカに興味を持っていただける、その取っかかりをね、作ってくれたっていうのはね、本当に東京スカパラダイスオーケストラさんに頭の下がる思いです。この場を変えてね、感謝いたします。ありがとうございます。これからね、東京スカパラダイスオーケストラさんも年を重ねるにつれて、まあ、メンバーチェンジをする必要性っていうのは出てくると思うんですが、やはりどこかでね、世界にね、本当の意味でスカバンドとして出ていくには、やはり本当のスカをやるしかなくなってくると思うんですね。まあ、そうなった時ね、どのようなふうにメンバーチェンジを行うのか分からないですが、やはりね、人間というのは飽きるんでね、必ず、
東京フスカパラダイスオーケストラさんも残念ながら飽きられてしまうと思うんです。それを打開するためにね、何度かのメンバーチェンジを行っているんですが、そのね決断も素晴らしいものがあると思います。出て行ったメンバーも誰も嫌な思いをしてないと思うんです。自分がねどういう役割を果たせばいいかということを理解した上でね、スカから自分は本当の意味でのスカは好きじゃない、やっぱりパンクミュージックに行こう、ロックンロールに行こう、そういう意味でね脱退していったんだと思います。そんなことでね、スカっていうのはねすごく自由な音楽です。そしてね、貧しい国から発展した音楽だからこそ私たちがね楽しめる音楽なんだと思います。もう一度ちょっとおさらいしてみましょうか。こういうね2拍4拍を1拍目でカラピックして、ではなくてこうではなくて、自分でディレイを作っているんだ。この意識を持つとね、スカというものにがもっと違う側面からね楽しめると思います。ぜひね、スカを聴く方、そしてスカを演奏される方、そこを意識して楽しんでいただければと思います。音楽はとっても楽しいものです。今日お話ししたのはね、音楽の中のジャンルとしてのスカでした。もう一度おさらいしましょう。1950年代でジャマイカで発生したポピュラー音楽、発祥は、ね、スカタライツです。主な人物とはローランド・アルフォンソ、彼が中心となってジャズから 発生した音楽です。それではまた次の動画でお会いしましょう。 See you next time です。